はいみなさんこんにちはカメラ部 TV のダイです。今日は球面収差はレンズの味付けということで、球面収差の違いによって写りが変わることを解説したいなと思います。収差というと悪いイメージしかないと思いますが、この球面収差をコントロールすることがレンズの味を決める大切な要素になるんですね。それで今回はビジュアルでわかりやすいように、光学系性能評価プログラム、 ポップスというのを使って説明しようと思います。このポップスは、天文屋さんにはメジャーなソフトかなと思いますが、各種総菜データ、各種工学系のデータも準備してくれていますし、コーロ図は元よりスポットダイアグラムや収差図、それから MTF まで計算してくれます。しかもフリーでソースコードまで公開してくれています。頑張れば工学設計もできるかもしれませんね。ありがたいことです。 それではまず球面収差の原理をおさらいしましょう。虫眼鏡のような単純な球面でできた突レンズでは光は一点に集光しないんですね。この図のようにレンズに入ってくる光でレンズ中心に入る光とレンズの外側を通る光で焦点の位置が光軸方向にずれて レンズ中心の光でピントを合わせても、レンズ周辺を通った光はボケているわけです。これが球面収差になるわけですね。なので、球面収差の大きなレンズで撮影した画像は、芯はあるけど、なんとなくぼやっとしたフレアっぽい写真となるんですね。そして、これを改善するには絞るといいわけです。つまり、絞ると大きくずれた周辺の光はカットされますから、 このように絞れば絞るほど中心付近の光だけになるので光は一点に集まって画像はスッキリしてくるわけですね。オールドレンズなどで少し絞ると良くなるというのはこういう原理です。この地球面周差を理解するために縦周差図を見るとわかりやすいんです。この縦周差図は X 軸が光軸方向のデフォーカス方向。 つまり真ん中が像面で左側がレンズ側、右側が撮影者側です。縦方向の Y 軸は像光で0が中心で上側が画面の端っこと考えてください。ですから画面全体ではこの図を X 軸中心にぐるっと回すことになります。そしてグラフは色違いで何本か書かれてますけども、これはそれぞれ光の波長ごとのグラフになってます。 赤色は C 線で六百五十六点二七三ナノメーター。そして黄色が D 線で五百八十七点五六二ナノメーター。緑色が F 線で四百八十六点一三三ナノメーター。そして青色が G 線で四百三十五点八三四ナノメーターになります。ポップスではもっと波長を増やすこともできます。 この図は単極の凸レンズの縦収差図で画面の外に行くほどピント位置がレンズ側に寄っていることがわかります。さて、単極レンズではこのように盛大に球面収差も出ますし、他の収差もたくさん出ますね。そして写真用の撮影レンズではこれらの収差をできるだけ抑えるようにたくさんのレンズを使って、まあ先人の人たちが色々なレンズタイプを考えてくれました。 でも、球面収差を完全にゼロにするっていうことはなかなか難しいんですね。ここで参考となる撮影レンズの特徴を見ていきましょう。ポップスには各種光学系のデータが入っていますんで、これら特徴的なレンズを抜粋してみました。今回は球面収差に注目していますので、球面収差の補正方法の違いで特徴を出したレンズっていうのを見てみます。まず、フルコレクションという 補正の仕方をしているのがクセノタール 40mmF2.8 です。そしてオーバーコレクション。これがガウスの 50mmF1.4 ですね。そしてアンダーコレクション補正しているのがズミクロンの 50mmF になります。そして参考にほぼ球面修差なしというレンズがあります。で、これは特許データなんですけども、キャノンさんの 50mmF1.4 になります。それぞれの縦修差図を並べてみます。 このように最終辺ピント位置を左側面に戻して補正するのが9面修差の補正になります。この戻し方でそれぞれ名前が付いてるんですね。まず最終辺で増面にぴったり合わせているのがフルコレクションと言います。そして増面まで完全に戻しきれていないのがアンダーコレクション。そして戻しすぎて最終辺で増面を超えているのがオーバーコレクションになります。 ではなんでぴったり合わすまでのフルコレクションで補正しないのかというと、それぞれの補正方法には薄いりの特徴があって、意図的にやっている場合もあります。まあ、今日紹介するレンズが意図的かどうかは定かでないですが、それぞれの特徴を紹介していこうと思います。まずはフルコレクションのクセノタール 40mmF2.8 です。コー図と縦収差図はこうなります。 このレンズは前の軍がガウス軍で、後ろ軍がトポゴンという構成で、まあ奇跡のレンズと言えるらしいです。で、ダブルガウスやテッサーなどよりも高性能でした。古い設計ですが、色がまとまっていて、色収差の少なさっていうのがわかります。球面収差が最終編で増面と一致させる補正がされていますね。若干のオーバーコレクション気味ですが、ほぼフルコレクションと言っていいでしょう。 これを中心 MTF が最も高くなる中心でのベスト位置のスポットダイアグラムを示します。中心では非常に小さな点像を示していて改造性能も良さそうです。さすがに古い設計なので、非球面でもないですし、周辺像はサジタルコマと非点周差の混じったように広がっていますね。さて、ここからがポイントで、 2メートルの被写体を撮った時に円形のボケがどういう振る舞いを示すか見てみようと思います。2メートル被写体での焦点面位置をここに書き込んでみますね。すると円形点像のボケ具合が出てきます。F2.8 なのでそれほど大きなボケではないんですけども、ボケの外形側が綺麗に溶けていくように現行して美しいボケが期待できますね。 色ごとに分解するとこのようになりますが、特に肥大している色もなくって、ボケに嫌な色がつくことも少なそうです。次にオーバーコレクションのガウス 50mmF1.4 です。コーロズと縦印サー図はこうなります。フィルム時代の最後の方の標準レンズは、どのメーカーもこのタイプのダブルガウスタイプですね。 古い設計になるので色で随分広がっていますから色収差は大きめなんですけども、球面収差が最周辺で F 線以外は増面を超えてオーバーコレクションになっています。これを中心 MTF が最も高くなる中心でのベストピント位置でのスポットダイアグラムを見てみましょう。軸上点像では C 線の赤がですね、収差が残っているのがちょっと気になりますね。 周辺の方では、教科書通りのサジタルコマが出て広がっていて、鳥が羽を広げた形状をしていますね。ちなみにこの図は1ミリ ×1 ミリの範囲を示していますから、結構な広がりなわけです。では、2メートルの被写体を撮った時に円形のボケがどういう振る舞いをするか見てみましょう。F1.4 なので、大きなボケになりますね。 ボケ像でも軸上色周差が残っていて、さらにボケ外周までしっかり光が届いているので、玉ボケには少し輪郭が出るんじゃないでしょうか。うるさい背景では2000ボケになりやすい傾向ですね。色ごとに分解して表示するとわかりやすいのですが、C 線の赤と G 線の青の広がりが大きく出ています。 ですから赤と青が広がるので丸ぼけの縁には紫っぽい縁取りが出そうです。次にアンダーコレクションのズミクロン 50mmF2 です。このズミクロンは6分7枚なので初代の、えー、ズミクロンになりますね。かなり古い設計になります。コールズと縦収差図はこうなります。古い設計なので色で随分広がっていますから色収差は大きめですね。 急面周差が最終辺で増面まで戻っていないのがわかりますね。これを中心 MTF が最も高くなる中心でのベストピント位置でのスポットダイアグラムを示します。中心はかなり小さな点像で、周辺ではサジタルコーマが出て広がっていますが、放射方向は小さいですね。では、2メートルの被写体を取った時に円形のボケがどういう振る舞いをするか見てみましょう。 ボケ外周に向かって点の間隔が均等に広まっていって、大ボケの外周が綺麗に現行していそうです。色ごとで分解してみても、ガウスのようにリング状に集まったりせずに、美しいボケが広がっていますね。 では最後にキャノンさんの特許のデータを見てみましょう。この特許ではバックが極端に短いので製品になる前の設計とは思いますが、球面収差を完璧なまでに補正したデータになっています。コール図と縦収差図はこうなります。色で若干の分離はありますが、ほぼまっすぐで球面収差がわからないレベルまで補正されています。 これを中心 MTF が最も高くなる中心でのベストピント位置のスポットダイアグラムを見てみましょう。最新の設計ではベストピントでは古いレンズと同じスケールで見ると点像が見えないくらい小さくなりますね。画面周辺でもほぼ点像でこれまで見たオールドレンズとは雲泥の差です。すごい進化ですね。では2メートルの被写体を撮った時に円形のボケがどういう振る舞いを示すか見てみましょう。 ボケ外周に向かって点の間隔がズミクロン以上に均等に広まっていて、濃淡のないボケが出そうですね。色ごとで見ても全く均一に点像が広がっています。ということで今日のまとめに入りたいと思いますが、このように球面収差の補正の仕方で中心であっても修光能力に差が出て、色への影響もありますし、 さらに、ボケに関しては大きく出方が変わります。今日言ったオーバーコレクション、アンダーコレクション、フルコレクション、これは大体同じような振る舞いをするので、一つ参考になるかと思います。そして一方、キャノンさんの特許レンズのように、完璧な球面周差補正をすると、絞り開放から高解像な画像が撮れるのは確かです。しかし、レンズの味という意味で言うと、少し面白さに欠けるような気もします。 味のあるレンズでは開放でその味を楽しんでビシバシに撮りたかったら少し絞ってやれば良いわけですよね。これらの評価は人によって変わるものですからどれが良いというものではないんですけども球面周差の違いを知ってオールドレンズで楽しむのも面白いかと思います。このシミュレーションをしたポップスではレンズデータさえ分かればこれらのシミュレーションを簡単にできますので試してみるのが良いかなと思います。 特に光学系の特許はレンズデータを細かく書いていることが多いので新しいレンズが出るときなどは特許データを探して事前にシミュレーションしてみるても面白いかもしれませんねということで今日は球面収差についてシミュレーションの仕方なんかも含めながらお話しさせていただきましたでは今日はこれぐらいにしたいと思いますバイバイ